ちょっと薄暗くてすいません。あのね、買ってきたものが他にありまして、カフェラテ、これ1本ね117円しましたよ、あの税込み で。なんでそんなもん買ってきたかっていうと、あのスターバックス、スタバのコーヒー、ちょっとブランドもんですね、ある意味ちょっと買ってきました。スタバ、まあ私も行かないんですが、普段せいでコーヒーだけ飲んです。どんなもんか、勉強しようかなと勉強つながりで、まあ勉強といえばスタバで勉強するってのはなんか流行ってますね。絶対家でやった方がいいと思うんですけどね、私は。それはちょっと胃もたれ気味なのにこんなの飲んだらダメですけども、ちょっとね、今日飲まないと飲むタイミングなさそうなんで、いただきます。振ったんで、ちゃんとまず香りから。冷やしても温めてもいないんですけども、まあでも缶コーヒーの香りだな、普通に。完全に再現はしてないでしょうけども、まあ、その違いというものを楽しんでみたいな。まあそもそも缶コーヒー自体久しぶりなんで、めっちゃ大好物ですけどね、ここ最近ずっと飲んでなかったですね。ちょっと久々の缶コーヒーでもあるんで、心していただきます。まろやかでいい感じ。まあ、カフェラテなんでね、コーヒーじゃないんで、コーヒーですけど、まあ、コーヒー飲料と書いてますね。あれに甘さに振り切ったコーヒーなんで。甘党なんでね。皆さんで言うブラックが私にとって微糖なんで、ブラックはもう飲めないです、本当にもう。もう私の体にとってはもう飲み物じゃない、あれは。甘党にとってあのブラックコーヒーはマジでもう飲み物のジャンルに入らない。私が唯一飲めない、口にできないやつじゃないですかね、多分。好き嫌いないんですよ、基本的に。ブラックだけは本当にダメだった。コーヒーの。ブラック好きにはちょっと申し訳ないんですけども、本当になんか泥水飲んでるみたいな感じで。まあ、缶コーヒー嫌いな人にとってはもう缶コーヒーみたいな、缶コーヒー自体が泥水だろうって言いたくなるかもしれませんがね。いや、少なくとも缶コーヒーは甘いもんは好きなんで、私。甘い缶コーヒーは。これだからラテにしました。ブラックとラテ両方2種類あったんですけども。まあ、先日の通り、ブラック飲めないんで。まあ、単純に久しぶりの缶コーヒーに舌鼓打ってます。パソコンでね、まだちょっと少し業務残ってるんですが、頑張ってます。自分なりに。遊戯をね、まだまだやりたいないですね。40のおっさんが若者に混じってやってるんですが、なんであのおっさんはって思われてるかもしれませんがね、やっぱり、まだちょっとね、やりたい。まあでも私より老けてるやつ結構いますからね。年齢不詳のやついますから。私まだ許されるかなと。まだギリギリ混ざっても違和感ないと思いたいですがね。もう見た目完全にジジイになったらもうちょっとさすがに引退しますね。引退してもっとね、まあ他にもいろいろやることあるんで。心の中で引退したがってるんで。ただちょっとやっぱりどうしてもね、まだカードやりたい欲があるんで。ね、ドラゴンデッキもどんどん作りたいんで、今月発売のパックにまた新しいやつが入るんでね、ドラゴン族で。まあ、カードゲームやったことある人ならわかるんですけども、まあ、わかりやすく言うと、なんか3年ぐらい前に2枚だけなんかそういうカード出たんですよね。なんか新発売と同時になんか集団でバーって一気に出るじゃないですか、カードなんか、そういうカテゴリー。まあ、例えばフリーランセルとしましょうね、フリーランセルソルジャー、フリーランセルマジシャンとか、フリーランセルドラゴンとか、まあ、まとめて一緒に発売するんで、それ一個でもいきなり組める、デッキが、まあ、組めるみたいな。なんか構築済みデッキじゃなくてパックに入ってて、それで組むみたいな。そういうことができるんですけども、3年前になんか突如2枚だけ出て、そのまま落とさたなかったテーマが、今回なんか、今月末の発売のパックに入るんで、ドラゴン族で。ちょっと、また組みたいなって。はい。思いました。
ていう感じですね。うん、3年もなんで空いたんだろうみたいな。ああ、3年前にフリーランスルソルジャーだけで出て終わったみたいな。戦士一人で同棲中の話ですけどもね。晴れていろんなマジシャンとかね、まあ商人とか盗賊とかいろいろ出た感じですね。だからみんなで一気にパーティー組んで戦えるみたいな。まあそういうイメージ的にはそんな感じです。まあ今ねまさに空前絶後のカードブームなんで、カードゲーム時代ですね今本当に。まあ皆さんご存知の通り、もうカードショップ乱立して、日本橋すごいですからね、もう入れ替わりも激しいですし、ジェラフルがまた、ジェラフルってちょっと有名なこのカードショップがあるんですが、もう2、3軒一気に立って、うん。気づいたら路地裏とかに、なんか雑居ビルにカードあったりするんでね、もう、あれこのままカードできてるみたいな。うん。路地裏のチェックもかせませんし。うん。10枚でね、50円で、カード、有料カード売ってた店もありましたからね、なんか、ちょっと離れのとこに、カードショップがあって、ひっそりした場所にね、まあ、ノーマルカードですけども、それでも超安いですからね。1枚5円で買い漁ったりしたんですが、それちょっと潰れたんですが。まあそういうこともあるんで、安い店があったらいいなって感じで、そういう楽しみもあるんでね。まあ、カードゲーマー冥利に尽きる感じですね。楽しくて今、そういうのが。なんでちょっとまだ引退するの早いかなって。せっかくのカードゲームブームなんで今。すいません、ちょっと薄暗くて、パソコンのブルーライトの光で、昼はね、なるべく電気つけないようにしてるんですが、このスマホのサポート機能で、まあ、なるべく明るくは見えるんですが、実際はもっと薄暗いですから、どうしても今曇りなんでね、今日明日曇るんで、いやー、撮影はね、今日月曜日で火曜日なんですが、ちょっとアップロードはいつになるか、明日か明後日かなんでね、ちょっと火曜日に、月曜日撮ってますので、はい、その、ちょっとね、お知らせだけは。別にいらないお知らせですけどね、いつ撮ろうと別に今、アップロードしたら終わりなんで、そのとこかなと。スタバのコーヒー美味しかったです。コーヒーとかまあカフェラテ。どこまで再現できるかわからないんですけどね、もう。今言ったんで、またスタバ行ってみたいんですけどね。行ったことあるかな、覚えてないわ。友達となら絶対一人じゃ行けないんでね。友達に誘われて行ったことあるかもしれないんですが、覚えてないです。多分行ったことないんじゃないですか、ね、スタバは、喫茶店自体は行ったことあるんですがね。まあ、スタバとは無縁なんで、私なんか。そういう人種じゃないんで、私はね、もう。いやまあ、なんとなくね、まあ、やってます。どうでしょう、ちょっと、はい。もう、雨のせいで、またちょっと体調あれですが、もう髪の毛もキューってくるなってて、さっき。だいぶなんかマシになったんで、もう。さっきもクルンクルンだったんで、また。ちょっとあの子の調子もね、もう良くなかったんで。ちょっと先日食べ過ぎたのもあるんで、久々に米食ったんで、うん、米ストックあるんですがね、ちょっとケチってあんま食べてない感じ。まあ、たっぷりあるんで、米、買った分が。まあ、値上げしてから買ったやつなんですが。そんなとこですね、はい。まあ、ちょっととりあえず今日はこの辺で切り上げたいと思います。ありがとうございます。